はいどうも皆さん、トレアリステレスでーす。いや、最近ですね、TFT に熱が入らなくて、でですね、まあちょっとね、無理して、まあやるもんでもねえなと、まあくまでね、まあ、お仕事にしたいのはまあ、やまやまなんですけど、まあ趣味、楽しんでゲームをやることを忘れちゃいけないと思って、まあ楽しめない時期には基本あんまり触らないっていうことをやるんですけど、それがですね、まあ最近ね、上がってきましたよ、熱。なんでかってね、イグゾルテッドハマってんのよー。これね、気づいたんだけど、まあこのイグゾルテッド、まあ、フォーチューンよりも、フォーチューンよりも、難度が低いかな、と正直思ったりしつつ、でも、めっちゃ強くないかって最近感じました。なんで、イグゾルテッドの動画をね、撮ってるんですけど、なんと今回ちょっと後撮りですね、これね。見てね、この喋ってる俺とさ、もう構成考えてる俺が別人でしょ今。そうなのよ、今考えてるのよ。で、今回はですね、イグゾルテッドがシビア、ラックス、アフェリオス、タムケンチ、モルガナなんですね。で、この、1、2、3、4、5体。イグゾルテッドがですね、まあ大体5体から6体がいるんだけど、まあ、このイグゾルテッド5全部使うみたいな構成を、まあ、最近ハマってまして、これが本当に0100動画向きだと思ってね、最近こすってやってます。で、構成をね、何が楽しい、まずね、イグゾルテッド楽しいポイント1、構成が毎回ランダムになるのよ、これね。あ、ちょっと待って、オーグメントの話ね。これはね、お金稼ぐか経験値稼ぐ系のやつか、これ、流浪のトレーナー、まあ、1、まあ、2個の紋章ついたやつ、これが、結構イグゾルテッドと相性がいいです。まあ、なぜかというと、イグゾルテッドって、まあ、基本的に、まあ、5体から6体、まあ、ランダムで選ばれるんだけど、で、それが、大体特性が、被らないように選ばれてます。まあ、今回で言うと、ストーリーウィーバートリックショットのシビア、磁気アルカニストのラックス、フェイトスナイパー、アフェ、ミシックブルーザー、タムケンチ、ゴースト星人、モルガナ、全部被ってないでしょ、これ。全部被ってないのよ。全部被ってない中で、この被ってないパーツを埋めるのを構成この考えたりして、その中で何が強いかなっていうのを考えたりしてっていうのが TFT の楽しさ、これだーって思い出したイグゾルテッドです。で、それに対して、まあ、流浪のトレーナーがですね、まあ、どの紋章が選ばれるのかは分かんないけど、まあ、5体入れりゃ10個の特性があるわけですよ。10個のシナジーがあれば、まあ、なんかは被ってるだろうと。まあ、本当にいらないとしたら、多分、まあ本当にいらない特性ってね、多分ね、今回とかないんだよね。アンブラルとかだったとしても、まあミシックブルーザーのさ、サイラスを使って、あ、サイラスとタムケンチでブルーザーとアンブラル発動みたいなことだってできるし、まあ僕 A だとしても、まあこうやってエイトロ僕 A だし、トリックショットのザヤのところを会社に変えて僕 A 発動みたいなこともできるし、これがね、流浪のトレーナーしかり、まあ、構成、ランダムなね、なんだ、構成のやつ、紋章のやつ、だったり、まあ、イグゾルテッド、これが相性良くてね、久々に楽しさを思い出したなという、めちゃめちゃ楽しんで、できた動画です、これ、今回。で、モレロは、もう、モルガナで、イグゾルテッド行く時の、まあ、最近考えてることとして、まず、レベル10に行くこと。これね、まあ、レベル10、いけるかっていう、まあ、難しさはあるんだけど、まあ、もちろんあるんだけど、そこね、レベル10いけたら強いから、いけるまでが、まあまあ、難しいよね。TFT のこのゲーム性自体で。で、まずそれが難しいの、プラス、もう、駒が、
決まっちゃってるんだよね。イグゾルテッド選ばれた5体ね。この5体6体ってもう決まってるから、それをもう使うしかない。使うしかない。まあ、ある種縛りプレイのような状態を課せられてる。まあ縛りプレイ大好きなね、俺としてはね、たまったもんじゃないですよと。で、その中で、このね、追い風として、まあ前回のパッチかな？で、イグゾルテッドが、基本ダメージがね、5% なんですよ。イグゾルテッド発動したら、毎ターン対人戦の間に、1経験値もらえるのプラス、5% のダメージと3だった場合、プラスで 1% の追加ダメージと、あ、レベルに応じたね、かけるレベル、かける1の、ダメージと、イグゾルテッド5、今回使っていくんだけど、イグゾルテッド5になると、かける 3% なのよ。レベルかける 3%。だから10レベルいったら 30% プラスもともとイグゾルテッドある分の 5% で 35% ダメージが上がるわけ。ちょ、喉すごかったな今。 35% 上がるわけよ、ダメージがね。だからそんなにシナジーをもうトリックショット読んでラッキーな流れ玉が必要だとか、デュエリスト行って長期戦デュエリストが必要だとか、その辺の難しさというかあれが一切ない。だがまあ違う難しさはもちろんあるんだけど、違う難しさはあるんだけど、レベル10いけたらもうガードブレイカーあるじゃん。ガードブレイカーはシールドを張ってる時にダメージを与えたら、25% ダメージが増加しますよ3秒間。ノンノンノン、イグゾルテッド5発動してたらずーっと 35% 上がってますよと。これがね、とんでもダマゲで、ダマゲ、まあ、結構強いわって最近思いました。うん、やってみてね。本当に0100レベル10いったら勝てます。で、まあレベル10の構成をだから今もう考えてるんだよね。まあミシックの発動させつつ、竜王ミシックの紋章だから、まあ竜王もまあザヤダイヤナで、リーシン入れると竜王4になる。竜王はね、4発動すると強いですからね、っていうのを考えてたんだけど、ここでね、アルカニスト、ゴースト、ミシックら辺の絡ませをちょっと考えようかなと、構成を練り直すんですね。これがね、結構ね、個人的には、まあ、ターニングポイントでして、まあ、エイトロを使おうと思ってたんだけど、イラオイにして、ミシックの紋章があるので、ミシックこれがね、3人2の3になって発動する。で、ワーデン、アルカニスト、ゴースト。で、アルカニストは1発動してれば、味方の魔力全員が20もらえるので、発動させどくなシナジーなんですね、アルカニストが。なんで、アルカニスト、ワーデン、ゴースト、ミシック、ここまで含めて、レベル10のこの構成に行こうと、決めました。これがね、いけるのかなという問題なんですよね。で、何よりも、お金と経験値が本当に大事だ。今ね、イグゾルテッド今3体いないのよ。シビアしかいないから、ラックスもいなけりゃ、タムケンチもいなくて、それがちょっと今ね、かなり序盤のこの段階としては怪しいです。まあ動画が上がってる時点でね、もうまあ1位か2位上位行くんだろうとは思ってるでしょ、みんな。まあ、それは察してもらうんだけど、それは察しといてもらうんだけど、まああくまでね、ダリウスがパンドラのベンチで右側3個の、同じコストの違うキャラに変身させてくれるやつがあるので、まあ、コストに、1体キンドレッド置いてラックス欲しい、ダイアナ、タムケンチ、アフェリオス、らへんかな？あ、イラオイもか。イラオイ持ってたんだけどね。いらねえなと思って捨てちゃいました。で、その、まあ、イラオイをもう一回引き直したい。コストさんがね、欲しいコストさんが4体いるので、で、これさ、不思議な巻き方したんだけど、何これ？ちょっと10秒スキップしても、スキップじゃねえや。10秒戻してくんない？これすっごいとんでもない速さでスキル打たれたんだけど、何こいつ？ブルズアイすぎね。さあ、タムケンチとイラオイがここで引けると。で、これで、もういらない駒を売りつつ、お金を、しっかりと、なんだ、貯めて、イグゾルテッド発動させて、経験値も貯めて、っていうことを、こっからね、本当に、視野に入れていきます。
このねイグゾルテッドが序盤難しいのがね、コスト 1,2,3,4,5 まあコストがいいね、まあ1、まあいろいろあるんだけど、その中で3コストのイグゾルテッドを引けるかどうかっていうのが結構大事かなと最近思ってまして、まあイグゾルテッドね、コスト1コスト2ってまあ引けるんだけどうまいことね引けないのよ、コスト3って低レベルの段階って。だからまあイグゾルテッド3をとりあえず発動させたいんだけど、発動できないんだよね。まあタムケンチはいるんだけど、ラックスがいないと。あえてますね、このマウス動かしてるアリステレス君も。で、まあ適当にアイテムは、まあ勝っても勝ち負け進行は正直あんまり気にしてない、あんまり気にしてない。イグゾルテッドは、強いタイミングがレベル9に行ったタイミングで一回ガンリロールします。レベル9行ったタイミングでガンリロールして、一体抜いてもいいなってやつを一体外しておいて、レベル9の段階でもうイグゾルテッド5発動させて、もうそっから、1,2,3,4,5 もう結構な連勝、まあ、8000やったら7000勝つぐらいの盤面のパワーにします。でそれまではどうせ多分弱い盤面が弱いタイミング、今とかね絶対に勝てないタイミングなので、まあまあまあレベル5で利子3もらえつつって、構成拡大があるんだよねこれがね、構成拡大引きましょうと。でイラオイ聖児が来る、イラオイ聖児じゃねえ、何言ってんだ、イラオイダイアナが来るが、これがねこれがねどうするかなんよね。アフェとラックスがまずいなくて、これがね今の悩みの種。普通に1ステージ6000 6対人戦やってイグゾルテッドが発動しないって、もう6経験値をロストしてるようなもんなのよ、こっちからしたらね、イグゾルテッド民からしたら。だからそれがマジでちょっと具合悪い今のところね。でイグゾルテッドこの構成行くときはなんかつなぎの構成とかマジで考えない、あんまりね、あんまり考えない。レベル8とか9のタイミングで、まあ、ザヤの、トリックショット竜王のザヤを構成に入れたいんだけど、引けなかったら、まあ、一旦トリックショット開鎖で様子見とくかぐらいはするけど、それ以外は、もう一切、もう決めた構成、最初狙った構成に向けて、一直線でいきます。まあ、これが、なんて言うんだろうな。フェイト行くとしたらさ、まあ安尾がさ、デュエリストで、デュエリストのダリウスとか、まあ、他のやつとかにアイテム持たせといて、みたいな、後にね、アフェリオスに渡すアイテム持たせといて、みたいなことすると思うんだけど、もう、今回に関しては、本当にね、もう、埋まったやつから、ポン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 、イグゾルテッドに関しては、入れていきたい。赤と青の選択肢、赤が良さそうじゃない？赤で良さそう。赤にします。赤にしますってめっちゃそれっぽく言ったけど。で、これでやっと、ようやっとイグゾルテッドが発動するんですわな。ようやくイグゾルテッド発動。で、何が出る？だいたいレッドバフと、スナイパーの、これさっきの構成拡大の分ね。構成拡大の分で、今回スナイパーが出ました。これだったら、まあ、構成をね、またね、練り直す必要があるんですよ。これが面白い！イグゾルテッド、かける、まあ、構成拡大とか、ルロのトレーナーとか。これちょっとね、やってみーそって感じ。気になる方は。え、マジで楽しい。マジで面白い。マジで面白いのよ。このイグゾルテッド。で、だいたい1位か8位です。この構成。フォーチューンよりも多分ね、上振れ下振れすごいと思うわ。なんで、でも、まあ、何度、いやー、でも俺、フォーチューンより難易度低そうって言ったんだけど、本当にそれはそうだな。難易度は低いんだけど、1位に狙えるイグゾルテッド5になったら、1位狙える確率は格段に高いと思う。くらい、イグゾルテッド今パワーあるなぁとは感じてます。で、これは、後に使うね、ノーチラスくんが歩いてるので、ノーチラスを取れたらマジで美味しい。まあ、ノーチリリアとかね、アニーアッシュとかね、その辺がね、まあ、最近流行ってますよ。で、結局それ以上に、竜王カイサとか、竜王ゴコスとか、その辺のね、スケール構成が流行ってて、
わあ、なんかどうしても同じ構成になっちゃうな。動画のね、作りがいがなくて、何言ってんだって話かもしれないんだけど、TFT の死骸というよりか動画の作りがいがなかったので、最近ちょっとあんまりですね触れてなかったというか、動画をねおサボりしてました、すいませんね。で、まあ、これでまあチョカスももういらないで、レベルはギリギリまでで、特性の書をどうしようかなと思ってて、今ベストは、一番今欲しいと思ってるのは竜王なんだよね。竜王で今まあこの、なんだ、チームプランナー的には竜王2で、まあ紋章があるからプラス1、3で、竜王は4になると強いから、竜王の紋章が出るとまあすごく美味しい。で、まあ、今構成拡大でスナイパーの紋章が出たんだよ。スナイパーの紋章が出て、モルガナとザヤにスナイパー持たして、アッシュ、アフェ、モルガナ、ザヤ、スナイパー4の、まあ、エグゾルテッド5の構成を見ても面白そうかなとはこの段階で考えてます。で、最悪特性の書じゃねえや、あ、特性の書って合ってるよな、あのね、あのベンチにあるやつ、あれが、開いて、ヘラで作れないやつだったら、再合成今2個あるんで、スナイパーとかと混ぜて一緒に再合成して運任せしようってこの時考えてました。スナイパーもね、使えなくてですね、作れない紋章ですんでね、まあこの辺がね、まあどう出るか、これもまた特性の書次第、まあ戦利品サブスクだったっていうのもありまして、でここで紋章見ます。スナイパー出るんかいと。じゃあスナイパー4に行くか、これいいな、これいいな。でモルガナとザヤをスナイパーに入れます。すごい今マッチした、俺後取りだよ今、すごいマウスと動きが合致した、よいしょ。でね、なモルガナのアイテムはもう、決まってて、スナイパーモレロブルーバフにしようかな。まあ本当はね、この感じだとノーチラスワンフロント、ノーチラスにタンクアイテム集めて、まあタムケンチ、イラオイ、ダイアナらへんがまあフロントでまあ頑張ってくれりゃ嬉しいかなと。まあこれでね、イグゾルテッド、まあちょっと考えなきゃいけない要素として、前衛後衛のバランスがね非常に難しくなる場合があるので、基本的には今回だと、シビア、アフェ、タムケンチ、ラックス、モルガナ、前衛1、後衛4なのよ。ってなると前衛の駒たちで、構成、残りの構成を組み立てていけるような、まあ今回はイラオイのアルカニストワーデン、ミシックワーデンノーチとか結構うまいこと言ってます。正直にこれは悪くない。でモルガナ出ます。じゃあもうモルガナ出そうか。でアイテムがたくさん、ちょっと待ってね、ブルーバフ、スナイパー一旦持たして、モレロをモルガナ、そしてスナイパーをさらにモルガナで、サブスクでロットですね、戦利品サブスクで。でこれブルーバフ作ったかな、作ります。ブルーバフをねもうモルガナにつけるんですね。で、あー、これシビアのそういえばスキルあったわーつうことで、まあ、シビアをまあ列変えて、でフォーチューンとこの辺でぶち当たってくるんだよね、フォーチューンの人たちと。でまあフォーチューンの人たちはもうこの辺でね結構もう連敗、まあ多分勝ち進行相当してなきゃ、今 HP100 ぐらいの段階じゃないとフォーチューン2回目めくるのって難しいと思うんだよね。対人戦が6、この段階で4の1でさ、4ステージの段階でさ6連敗するってかなり難しくない？だからこれはフォーチューンよりもイグゾルテッドの方が難易度が低いかなって言ってる要因がこれで、ダミーが1体いるし、衝突式用ダミー、ちゃんとフルネームで呼んだの初めてを取るのが丸そうではあるかな。前衛がね結構ね頼りない気がするので、勇気の墓標と悩んでる、墓石と悩んでるんだけどダミーにします。でタム、イラオイ、うーん悩ましいよね。でこれがね、味噌なんですけど、味噌まあ、コツ味噌か味噌で合ってるか発音的には。
なんかコツとかいう時の味噌は味噌なんですけど、あのね、星重ねないです。キャリー以外。これ今イラオイが星2にできるし、ダイヤドも星2にできるんだけど、これ3コスト3なわけね。どっちもね、イラオイとダイヤナ、これを2人とも星2にする場合って、3ゴールドが9ゴールド、3ゴールドが9ゴールドだから、合計12ゴールドダイヤナイラオイに使うことになるのよ、お金を。これってアイテムをどうせ持たせない、まあ純フロントたちにの星を重ねる、さらに12ゴールド使うことをしないですと。でこれで今なんか2連勝しちゃってるから、カイサにこのね、後にザヤに預けるアイテムを持たせておきまして、でまあトリックショット要因、これが、まあレベル8段階のレベル9行く前の調整かな。で今この段階でレベル9で次オールインして、もう全部リロールするつもりなんだけど、誰1体抜いたら、一番リスクというか盤面弱くならないかなって考えてて、多分ダイアナを抜いたかな。ダイアナを、ベンチに1回下げて、今チームプランナーで出てるダイアナ以外の駒を、盤面に出します。で、アイテムを、持たす予定であるアッシュ、モルガナ、ザヤ、ノーチラス以外のアイテムはもう何もいらん、何もいらん、何も考えない。それだけ、その4体分のことだけ考えて何とかします。で、ノーチ欲しい、コレクターあるめっちゃいいんだよねって思ったんだけど、イレリアとフェイが浮いてんのは、気分がね、あんまりよろしくないということで、まあコレクターのうちいいけど、フェイにしようかなと思いました。これで、この時に、まあ考えてたのは、アッシュのアイテムが多分足りなくなりそうなんだよね。まあ今、カイサが持ってるアイテムをそのまんまザヤ、モルガナが持ってるのはモルガナでよくて、ノーチラスのタンクアイテムを揃えてあげないと、まずいけないと。で今ドラゴンクロウしかまだ持ててなくて、でダイヤモンドハンドがね、でこれでイグゾルテッドは5にならないので、一旦フェイを出してコピー機能を使ってます。コルトピね、神の右手悪魔の左手、これを使っていきますよと。でダイヤモンドハンドとドラゴンクロウでノーチラスのフロント性能をやや高めて、でアイテムをね、この時ね、確かね考えてた気がするのよね。ノーチ、ザヤ、アッシュ、モルガナ、アッシュのアイテム足りるかな。優先はもう次の段階ではノーチラスのアイテムが今んとこ最優先。まあフロントがね、ただでさえ手薄なわけですから、こっちとら。でモルガナ、ザヤ、アッシュにダメージがすごいだけなの、イグゾルテッドって。イグゾルテッドってダメージがすごいだけで、フロント性能硬くなりますよみたいなのは全くないわけよ。まあワーデンとかさ、ブルーザーとか、まあ今回だけだと、まあ見たら、ワーデンだけなんだよね、発動してるのが。ダミー？はいはい。こいつ飛んでっちゃうよな。ちょっと待って。このダミーが飛んでっちゃうんだが、飛んでったら殺されるよね。なんかうまいこと飛んでかない場所ない？微妙？飛んでっちゃうよね、多分ね。しょうがないけど。で、まあノーチラスに、できれば、リデンプションが今一番欲しいかなと思ってて、で、再合成が、まあ、幸運にも2個。構成拡大と、なんだ、サブスクでもらったやつかかな。でね、再合成が2個あるので、ノーチラスのアイテムをですね、ある程度、まあ、選別できるかなと。まあ、運任せではあるんだけどね。で、これ、イラオイを一旦レベル9段階で抜くかって考えたんだけど、結局ダイアナにした覚えがあります。確かね。で、まあ相手のコレクターも、まあかなり強いけど、まあフェイのパワー、モルガナのパワー、この AOE2 が、AOE2 って何？ AOE2 人が、まあ結構パワー。ほら、この段階からもう、まあ相手レベル8で、まあ利子全部持ってて、50持ってて、まあ多分オールインしてないタイミング。で、次の、このラプター終わった後、我々のオールインタイミングです、これ。レベル9ガーン上げて、アッシュいいね。アッシュいいよ。
アッシュアフェ、いやフェイな、どうしような、フェイ別に使わないからな、後に使わないので、まあモルガナだけコピーしてくれたら嬉しいなって思いつつも、どうせ次のラウンドでガンリロールをするので、まあどうしようかなぐらいには考えてた気がするかな。でもすぐもう出たチャンピオン全部もうすぐこんなんいらんいらんいらん売って、もう全部売って、もうお金に換え、お金に換えで、戦利品サブスク見ます。サイラス別にいらないよなと思ってサイラス売ります。もうね、イグゾルテッドは光線曲げれないから、欲しいやつ集める。アッシュ、ザヤ、素晴らしい。ザヤ、モルガナ星2になります。素晴らしいよ。アフェイラン、アフェイラン、イラオイもいらん、モルガナもいらないかな、ウディアウーコンいらないし、アッシュ、アッシュ出るか。じゃあ一旦こうして、こうして、スナイパー、レッドバフ、IE をザヤに渡します。まあ、アッシュの方が、まあ、星2だからパワーあるんじゃねえのって見てる今俺思ってるんだけど、まあでもアッシュよりも、まあ、ザヤ星2にした時のパワーの方が、まあ、スナイパーにね慣れててトリックショットが跳ねてくれるので、まあ、その分距離稼げて、ほらね、見た、今見てなかった人10秒戻して、今のね、まあ、トリックショット後衛のティーモに羽がダーン突き刺さったわけなんだけど、これがスナイパーの効果を受けてくれるので、アッシュすごいな。ちょっと待って、アッシュすごいけど、リサンドラ、ダイアナ、ノーチラス、あー、フェイもういらんか。フェイあと一旦なんとかしてもらいたかったけど、フェイを確かここで売り払い、盤面を完成させます、ここでね。でも、まあ、ノーチラス頑張ってフロント張ってもらいつつ、で、トリックショットの、この、トリックショットじゃねえや、シビアのエース、アタックスピード増加を、ザヤとモルガナに入れてあげます。で、これでね、再合成すんのよ。BF か、微妙だな、ロットどうせ使うし、もう一回再合成。おー、ベスト、じゃあ、ネガトロンにして、ネガトロンにして、ガゴストにしよう。これ悪くないね、と。で、見て見て見て。これね、盤面見てたら、このモルガナのさ、スキルのダメージが、まあ、相手が、なんかランダムっぽいんだよね。ランダムな敵のいる集団に向かって、まあ、霊気の雪崩を起こして、まあ、AOE だよね。与えてくれるんだけど、これが後衛に刺さった場合、スナイパーの増加ダメージが、多分とんでもない。で、ガゴストを持たせます。で、ちょっとね、キュッとキュッとして、ダイヤモンドハンドプラスガゴストが、まあ、かなり、タンク性能がノーチラス上がったので、これで一旦盤面完成。で、こっからは、リロールをね、一旦しなかった気するかな。リロールをここで抑えるのよ。抑えて、もう結構、まあ、モルガナ星に、アッシュ星に、ノーチラス星に、まあ、なんでって、なんで今この構成できるのかって思ったんだけど、コスト4たちが一律でね、まあ、バフを受けましたと。HP 増加のね、バフをもらったので、イグゾルテッドってさ、まあ、コスト1、コスト2、コスト3。で、今までの、まあ、流行ってた構成って、言ってしまったら、コスト3を星3にするとか、コスト2、まあ、ドライヤドな、キンドレッドとかを星3にまで重ねるみたいな構成がね、結構強いとされていたんだけど、このコスト4のバフ、HP バフのおかげで、コスト4のイグゾルテッドたちに使い道ができたと。イグゾルテッドたち、コスト4のイグゾルテッド、コスト5はもともと結構パワーあったよね。で、コスト3、コスト2、コスト1は、まあまあまあ順当ぐらい。結構今パワーバランス的には順当な感じがしてるので、イグゾルテッド、今このイグゾルテッドの5の使える環境なのかなとちょっと思ってます。で、まあこれをね撮る前に実は一戦録画し忘れたイグゾルテッド回があって、イレリア星3になったんだよね。すごくない？動画撮っとけばよかったって思ったよね。えで、これアッシュがめっちゃ見えてて、こことかアッシュ使わないのかな、フェイトンとこアッシュ使わないのかなって思ってたんだけど、アッシュ誰も使ってなさそうなんだよね。なんでアッシュをワンチャンス重ねに行こうかなと
思ったり思わなかったり。まあリサンドラは後に使わないんだけど、まあ一旦ベンチに置いといて。でイグソルテッドのこの構成何がいいかって、まあ、さっきねイレリア星さん生まれた動画撮れなかったよっていうね、まあ残念話があったんだけど、この可能性がめちゃめちゃあります。まあ、この可能性っていうのはコスト4、コスト5の星さんが生まれる可能性がイグゾルテッドかなりあるかなと感じております。感じております。うん、まあやってみた感じだけどね、あくまでね、あくまでやってみた感じ。わあ、これフェイのコピー4まで3貯めて4まで使い切らなかったからちょっと幻影残ってるけど、あの時フェイを売ってなかったらこの5連勝はきっとないはず。悩ましい、悩ましいね、悩ましいんだけどね。でこれはね、もうアッシュがいなそうだから、まあアッシュ星さん狙ったってもいいかな。でまあノーチラスアッシュアニーとかこの辺って、まあリリアとかこの辺最近もうめっちゃハマってるじゃねえや、流行ってる構成で、まあモルガナとかもモルガナケインだったりとか、まあオーンとか、アジールウディアとオーンで、まあこの3体で高コストの相性がいいから、まあよく使われたりとかするんだけど、まあ大体ね、なんかね、どっかで穴が生まれるのよ。使ってない人が生まれるチャンピオンが出てくるのよ、イグゾルテッド使ってっとね。見て、だってイグゾルテッド行こうって思ってやってるの俺しかいないでしょね、この段階で、まあ、盤面を見てもらえたら分かると思うんだけど、まあ、このランダム性かつ、まあなんていうの、運要素、まあルローのトレーナー構成拡大の運要素とか含めた上でイグゾルテッドが本当に楽しいので TFT に舞い戻ってきた今。マジで面白いよ。え、マジでやってみてほしいんだよね。まあ、この動画を機にね、うわ、ちょっといいやんって思ってくれたら、まあ嬉しいかなとは思うんですけど。で、チャンピオン複製機が来る。これは激アチな話。で、64ゴールド。リサンドラ、これレベルをがっつりもう上げます。で、こうなることで、イグゾルテッドの追加ダメージがレベル ×3% プラス 5% なんで、35% がもう追加で乗ってんだよね。で、これはもう、ルナハリをアッシュにでも上げようかなと思って、ルナハリ。で、まあ見てもらう、左側ね、画面左側見て、イグゾルテッドスナイパー、竜王ミシ、すごいマウスと連動した。竜王ミシック、セージ、アルカニスト、ゴーストトリックショット。まあ竜王がね、4になってたら、まあ結構強、さらに強かったかなという感じであるんだけど。で、これリサンドラをね、どうせ使わない予定なんだけど、リサンドラを他の人に重ねられるのも、まあそんなに具合がいい話ではないので、具合がいい話じゃない。具合悪い話なので、ちょっと置いといてます。で、これでもうね、俺の盤面、ほら、強くない？見て！ねえ、見た！ま、アッシュ5000、ザヤ5000、モルガナ4000ではあるけど、まあまあもうこれで 35% 常にダメージが上がってるわけですよ。で、アッシュいないことを確認します。アッシュを引きに行こうかな、アッシュ。これもうね、40%、25% だからね。コスト4、コスト5。すごいのよ。こうなったリロールでアッシュがすごい出るので、チャンピオン布石で星さんを生まれますよと。見て、このショップ、アジール3体並んでる。すごかったでしょ、今。で、モルガナか、モルガナね。ケインがいたところがモルガナ使ってたかどうか、後取りの僕には確認しようがないですが、モルガナ、星さんにまでは、厳しいかなどうだろうなと思っております。で、これでもアッシュがさ、星3になったでしょ？で、イグゾルテッド5でもう 35% の追加ダメージもらえてるわけ。で、ノーチラスも、ガゴストドラゴンクローで、まあ、体力がね、まあ、いやいやちょっとダイヤモンドハンド分で厳しいかなと思いつつも、ダイヤモンドハンドの無敵のおかげで、フロント性能が高まっている。15000ダメージアッシュすごい。で、さらにね、試験衝突用ダミー、衝突用試験ダミーどっちだったっけで、まあ、プラス、ルロのトレーナーもあるので、ダミー3体が飛んでって、相手スタン絡めさせて、フロント張ってくれるよと、いった感じです。で、これ今、もう、相手の構成の、コスト5の星3を作られたら、こちらとしては負けるので、ウディアかな？ウディアだけ、マジでストップをかけに行こうと、ウディアリロールをひたすら繰り返してます。ウディア1体でも持っとけたら、コスト5のね、
まあプールバックって言ったかな。ホスト5は、全体で9枚しかいないので、まあ誰か一人ウディアベンチに置いとければ、他のね誰かのチョップにウディアが並ぶことはないので、ウディアを1体抱えておきたいな、それだけが負け筋かなと思いつつ、モルガナのほら AOE すごくない、光栄にとんでもないダメージ入ったぞ、とんでもないダメージ入りつつ、もうそしたらもうダメージがね、もうねダメージレス追いつかないわけよ相手。イグゾルテッドと35%、しかもこれ全員だからね、ガードブレイカー持ってるやつがシールドにダメージ当たったら 25% ダメージ増加します。ノン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 。なんだ、なんかいい例えないか。リーパーのやつらが、クリティカル 45%、 確定ダメージ 45% 与える、ノン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 。でこれは確か 2IE にした気がするかな。本当はアッシュにグインソーとかあげたかったんだけど、取り外しがないので、まあ仕方なく IE2 にしてます。で、アッシュのね今エースがないので、シビアのスキルをだスキルを使ってアッシュのエースを上げてあげるために、シビアとモルガナをで、違うな、アッシュとモルガナでシビアを挟む形にして、シビアのエース増加をこの2体のキャリーに上げるような配置にしてあげてと。で10レベル9連勝よ、このパワーすごくない？どう？イグゾルテッド強えって思わん？これ見て。ちょっと舐めてたところない？ただの経験値稼ぎだと思ってたとこない？俺も思ってたよ。でも最近使ってみて超おもれ。頑張れ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 。ウディア、ウーコンのね、この AOE がね、かなり並びで具合悪いんだが、ちょっと待って、近づかないで離れて、スナイパーの距離ボーダスがないよ。スナイパーの距離ボーダスがないけど普通に勝った。ダメージレースでね、こんな近距離 ADC がこんな真正面で殴り合うことなかなかないよ。 ADC が足は ADC でね、スナイパーも発動で、ウディアをずっとめくりに行ってんのにウディアが絶対に出ない。でも俺がウディア出なけりゃ相手も出てないんじゃないの。まあウディアまだ大丈夫だね。 1,2,3,7 体ウディア、もしかしたらまあこの人のところにのショップにウディアがいるかもしれないのかなとは思ったりもする。まあショップにね並んでるだけで、プールからは引かれるはずだったので、確かね。なので、まあ、もしかしたらショップにウディアが並んでる可能性もなくはないのかなと。でこれでもうね、モルガナ、アッシュ、ザヤが一生星1なんだけど、ダメージで、で竜王のねスタンがね、まあ食らいつつもモルガナの AOE がすごくて、その間アッシュ全部投下してフィニッシュ。わお。でとんでもないのよイグゾルテッドね。いや、マジで、フォーチューンよりマジで簡単。いや、マジで簡単か？まあ、経験値系のオーグメントプラス、まあ、それかお金系のオーグメント。まあ、イグゾルテッドのオーグメントでまだね、試せてないんだけど。で、これで、オンじゃねえよ。ウディアをね、ひたすら、もう、ザヤの星2よりも、相手の勝ち筋としては、ウディアを星3にするしかないんだよ。相手の勝ち筋がね。なんで、まあ、ウディアを引きに行くんだけど、こちらとしてはもうね、リロール回せなくて、ちょっと、運任せ。もう、運任せだね。相手がウディアを引かないにかけるしかない。いやー、あと一ターンで引けるか、相手どうだ？ゲインもいらない。もう何でもいい、何でもいい、何でもいい、何でもいい。再合成もう何でもいい。ウディア1体でも見えたら、ウディアが1体でも見えたら、俺の勝ちね。ウディアが1体でも見えたら、俺の勝ち。ウディアマジで俺のショップ並ぶだけでいい、ショップに並ぶだけでいい、買えなくてもいいんだ最悪で。まあ適当にジャック賞でも取るけど、もう相手はねウディアをね星3にするしか、あと1体か、あと1体か、ちょっと待って、ウディア引かないで、頼む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 、引かない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 で引かないで、引けなさそうよー、思考の瞬間に勝ちだろうと。いやこれイグゾルテッドパワーですよ。どうですか皆さん、久しぶりのね動画投稿、楽しいもん持ってきましたよイグゾルテッド、やってみては。ありがとうございました。